犬が寄ってきます。 Ladies and gentlemen、 こんにちは。今日のテーマはですね、こいつです。フェザントコール、キジ笛っていうやつですね。このキジ笛、領具としては禁止領具に分類されておりましてですね、あの領旗の間にこのキジ笛を使ってキジをこうおびき出してですね、捕まえたらダメだよっていう領具なんですけれども、でもそんなにキジ笛って効果があるのかなと、そんな禁止されるぐらい簡単にキジが出てくるもんなんだろうかというのをですね、今日ちょっと実験してみたいと思います。キジ笛の効果はいかにっていうことが今回のテーマでございます。この辺多摩川の河川敷なんですけど、犬の散歩してるとね、この時期はよくキジの鳴き声聞くんですよ。果たしてキジさん飛び出してくるでしょうか。ちょっとこの辺で一発吹いてみたいと思います。犬が寄ってきます。無反応ですね。こんなに犬が走ってたらダメなのかな。はい、次行ってみます。出てこないですね。この辺はいないのかな。もうちょっと場所をうろうろして吹いてみたいと思います。キジ笛でキジはまだ出てきてないんですけど、うちのワンワンいなくなったんで犬笛吹いてみたいと思います。果たして犬は出てくるでしょうか。出てきました。思いもよらぬ方向から来たな。あら、犬さん水に飛び込んでますね。はい、お帰り。はい、か。あ、カモだ。カモだ、カモだ。ジャムちゃん、カモ見に行ってみよう、カモ。ジャム、行かないの？ゴー。行こうか。あ、カモいた。でもほら、あそこにカモいる。カモ、あんた何をしてんのよ。でもカモあそこだ。いいよ。いい子だ。いい子。はい、いい子だ。いいか、いいか、あれ、はい、いて。やる。ちょっと早い早い。あれ、はい、行くよ。おりゃ。はい、いい子です。え、嘘で。よし、いた。え、ちょうだい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 、やった、やった。おや、はい、あさり。嘘で。待て、ダメだよ、ダメ、待て、ダメ、待て、待てだよ、待て。よし、よし、はい、日本帰ろう。はい、というわけでキジ笛の効果についての実験でございました。結構いろんなとこで吹いたつもりだったんですけど、全然キジは出てきてくれなかったですね。ちょっとまた時期やら場所やらをいろいろ変えてトライしてみたいと思います。結局犬と一緒に遊ぶ動画になってしまいそうな気がしておりますが、今回は以上になります。また続編も
アップできたらななんて思ってます。漁師の漁期以外の遊びみたいな感じで参考になればなと思っております。ご視聴どうもありがとうございました。それではまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。バイバーイ。